はい、お待たせいたしました。次のゲームが、ノバザースクワレズ、ユニパーセントとなります。こちら、解説いらっしゃいます、シャケケさんです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、お願いします。音声大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。はい。RT はしてないですけど、ネスのゲームっていうことで、また本作遊んで RT の動画を見てきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、本作の概要について話していきたいと思います。はい、ノバザスクワールですね。2018年にリリースされた、ネス、国外のファミコンですね、のインディーズのゲームです。で、ジャンルとしては 2D の横スクロールアクションですね。で、ストーリーについてちょっと自分もあんまりよく分かってないので、もう全体の流れだけ話すんですけど、主人公の緑色のリスのノバが、敵であるロボット軍団、スキームチームから、ラテっていう世界を救うっていう話になってます。で、もうストーリーについて触れません。で、本作いわゆる、ドネーションネウェアって言われてるものでして、公式ページから無料でロムファイルをダウンロードして、エミュレーターなどで遊ぶことができます。で、開発者を応援したければ任意に寄付ができるっていう形式ですね。ということで、無料のゲームなので遊んでみてください。今回流れるプレイほとんど参考にならないですね。ならないです。あとは、本作の、GitHub 上の紹介欄によると、インスピレーションを受けている作品として、スーパーマリオブラザーズ3とか、星のカービィスーパーデラックスなどが挙げられています。で、そういうのもあって、基本的にこのあたりのハイブリッド、このあたりのハイブリッドだと、説明してしまうので手取り早いですね。で、特になんですけど、カービィシリーズのコピーによく似たシステムがあって、すっぴん状態の時に、上ビーの攻撃を特定の種類に敵に当てると、その時の能力をコピーして使うことができるようになります。で、コピー能力の数は10種類あって、本来は、いろいろなコピー能力を駆使して進めていくことになります。はい。で、本作の RTA についてですね、カテゴリー 2% で、内容的には、1の1から、5の8までの40ステージすべてのクリアとなっております。で、40あるステージを、EST 20分でこなすっていうことなので、お察しの通り、異常な速さのゲーム展開になりますね。で、いくつか理由があるんですけど、そもそも本作、B ダッシュの加速度と最高速度の速い遅いを設定することができるんですね。で、まぁ、RT なんでもちろん両方とも速いを選択します。で、二つ目は、本作、ライフ制です。なんですけど、ダメージを受けた際のノックバックがない一方で無敵時間が長いので、これ利用して一気に駆け抜けます。で、三つ目、これ一番重要なんですけど、コピー能力して、ハンバーガーっていうのとアイスブロックっていうのの二つを主に使っていきます。で、ハンバーガーっていうのは、一定距離飛ぶと爆発するチーズバーガーを飛ばす能力ですね。で、アイスブロックっていうのは、落下する氷飛ばす能力です。で、両方に共通しているのが、下火で、移動する、チーズバーガーだったりとか、氷を出しつつ、乗ることができるっていうことでして、で、これを使って、天井の上を進もうとしたり、大穴を越えたり、壁を抜けたりします。そうなんですよ。このゲーム、緑色のリスが、チーズバーガーに乗るっていう、かなり奇妙な光景が見られるゲームです。ちょっと今の段階で全くゲーム画面が想像できてないですね。タイトルのね、名前で検索してもらうとね、公式のページ見ることできますので、そのが、ゲームの画面も見ることできますので、まあ大体こんなゲームだなっていうのはわかるかなって思います。ちょっと今の時間にどうぞよろしくお願いします。ソーシャさんについて話しましょうかね。今回走られる、ポラーリさんですかね。フィンランドの方ですね。で、彼、スピードランドットコム上では、世界1位の、14分53秒の記録を持ってます。ただ、昨日のツイッチでの配信で、自己ベストを16分21秒に更新しているので、おそらくこっちの方が今の世界1位になるのかなって思う。ちょっとまだスピードランドットコム上では、登録はされてないですけど。ちなみに、スピードランドットコム上の本作の走者は3名いて、もちろん日本人はいないっていう状況ですね。はい。で、最後1点ですね。微動が今回、設定されていてですね、割と早いうちに達成してたかなと思って250ドルで、内容的にはボーラスレベルって言って、本編の、5の8をクリアした後に出てくる、ボーナスレベルなんですけど、まあ、6の1から6の4があるんですけど、で、それを、攻略するっていう内容になってますね。
なんで全部40面クリアした後にプラス4つっていうような状況になります。そのボーナスステージはさらに難しくなったりするんですか？難しいですね。あ、まあ、今言うのはちょっとまずいかなと思うんですけど、まあちょっと、はいはい、まあ、どっちにしろ見てもらえばわかるって感じのステージが多いので。なるほど。で、あと、何について、どのあたりについて。このゲーム先ほどライフ制って言った、あ、ゲーム画面来ましたね。はい。こちらポラリさんですね。もうちょっと大丈夫かな？このゲームタイトル画面音楽ないので、タイトル画面とメニュー画面もですね。はい。で、始める前に、データを全部消去して、あとさっき言った、ダッシュ速度の設定ですね。アクセラレーションを、ファストにします。で、もう片方のランスピードの方がデフォルトでファストになってます。初見で遊ぶ際は両方スローにしておいた方がいいです。早いです、このゲーム。Bダッシュめちゃくちゃ早いです。それがこれから見られるってことですね。はい。ものすごい速さで駆け抜けていくことになりますね。で、さっきちょっと言ったんですけど、このゲーム、ライフ制で、ミスすると即座にチェックポイントから再開ですね。で、残機もコンティニューもないですし、チェックポイント自体の数も、はい、まあ、始まります。スタートしたらスタートです。間もなく始まりますね。はい。どうかな？ちなみにショーイントロって方を押すと、あのカットシーンとかで、まあストーリーが流れはするんですけど、ちょっと結構量があったので、自分は読むの諦めました。まあ、なくてもまあ、ゲームは遊びますので。はい、ぜひとも遊んでみてください。そうですね。はい。はい、始まりました。まず画面の説明します。左上に白い四角あると思うんですけど、所持しているコピー能力表示されます。で、その下の緑のバーがライフで、残り1本の時にダメージ受けるとミスになります。ライフは、小さいハートを取ると1本分回復。大きいハートを取ると4本まで回復します。で、エグジットっていう扉に入ると、ステージのクリアになります。あ、早いですね。こんな感じですね。もう制御できないですけど、で、まあ、奏者の方ものすごいやり込まれてて、かなりですね。はい、1面クリアですね。1の1ですね。1の2ですね。で、時期の頭に数字が表示されてると思うんですけど、お金ですね。ドル袋を取ると増えます。お金は、ショップでのアイテム購入に必要なので、3の6を始める前に買い物するので、ある程度回収していきます。で、あと、肉球ブロックのあるかあると思うんですけど、下から叩くとアイテムが出ますね。中身については場所ごと固定ですね。で、まだ1の2なので、1の2ですけど、まあ、なんかコピーできそうだなっていう時は何体か出てきてます。なるほどです。まあ、でもいらないと、はい、今は。そうですね。で、一野さん、ここの終盤に、ハンバーガーの放題があるので、上火を当ててコピーします。で、通常の B の攻撃は、敵をスタンさせることができたりするので、で、それでスタンさせて、上火でコピーってやったりするんですけど、まあ、最初この画面で、この画面だったかな。途中上を進んでいって、で、もう少しするとハンバーガーの放題が、いますね、ハンバーガーの放題いますね。これからハンバーガーもらって、ここからハンバーガーに乗ってきます。で、さっき言ったように、下 B で、発射したハンバーガーの上に乗ることができます。で、ハンバーガーに乗った、ハンバーガーに乗った後なんですけど、一旦着地挟むまで、再度ハンバーガーに乗ることができません。あとの、そうですね、連続して使えはしないですね。もう片方の氷ブロックの方は意外と連続で使えるような仕様だったりするので、まあ、両方、どっちもまあ、こんな感じで便利に使う場面がある。で、今、灰色の三角形があったと思うんですけど、あれ収集要素ですね。で、全部集めると、サウンドテストだったりとか、初期のグラフィックの確認ができるようになります。初期のグラフィックの方はちょっとマリオっぽい感じでした。それはね、自分で。まあはい、まあもともとインスピレーション受けてるってさっき言った通りなんで。で、他に話せることはというと、道中にある看板ですね。これ上キーで読むことができた。あ、落ちた。これチェックポイントからやり直しです。あ、ハンバーガーなくなっちゃいましたね。そうですね。コピー能力ミスするとなくなっちゃいます。チェックポイント話してなかったですね。道中にある小さい星を取るとミス後のチェックポイントになります。あとは扉に入って出たところもチェックポイントになりますね。今取りました、ね、チェックポイントね。ミスするとあそこから再開です。まあ、さっきも見てもらった通り、穴に落ちたら即死です。ああ、ここ辛いな。ハンバーガーでここ超えるんですけどね。あ、まあ、ハンバーガーそこまで多く見ないので、
結構苦労するかもしれないですね、これ。今、あと一発当たったら、あまあ、なかなかね。だいだい残機もコンティニもないんで、もうあの、もう死んだらすぐ復活して再開って感じになるので。はい、なるほど。見た感じ、残機はない感じですか、ね、残機ないです。あの、ライフ性ってだけです。で、チェックポイントも結構多いですし、あの、大きいハートもよく見かけるんですよね。なんで、思った以上、そんなにね、あの、難しいって確かに思われるかもしれないですけど、そこまででもないですね。この速さでやってるからこそ。はい、この速さでやるのはやめたほうた方がいいですね。自分もよくわからないです。あ、安定でチェックポイント取りましたね。ここハンバーガーあるんですよね。ああ、デスベホーですね。ここハンバーガーの方台で多分取りますね。あ、取りましたね。はい。またハンバーガーに乗って、で、1の8かな。これボスですね。ここのボス攻撃を当てて触れることで倒すことができます。全滅させると、ゴールの、ところに行くことができます。はい、倒しました。はい、2面ですね。ここから、鍵や矢印などのパズル要素が追加されるんですけど、まあ、ほとんど無視されますね。横線の入ったなんかブロックに見えるものが、あの、背景なので、ちょっと、まあ、見えにくいっていうのはあります。で、天井にある下向きの矢印ですね。これ、あの、天井を進ませないための装置なんですけど、結構超えちゃうんですよね。自分ちょっとこれよくわからないところがあって。超えられてます、ね、はい、はい。もう絶対通っちゃいけないだろうってとこ通ってるんですよね。意味がない。はい。で、パズルキットは、ね、あの、積む可能性がやっぱりあるんですよね。でも、積んでしまった場合でも、あの、スタートボタンでメニューを開いて、まあ、最後のチェックポイントから再開することできます。ここは、最初は、しょうがないので緑の鍵取って戻らないといけないですね。まあ、横方向の、壁抜け技が多分ないのかなっていうか、天井を抜けるのが結構多いですね。あとは、天井の厚さが1マスぐらいのものだったら、なんか、ジャンプして、なんかハンバーガーとか氷に乗ると結構抜けます。ここは、2の4かな。なんか、もう明らかに通れないだろうってとこあるんですけど、あの、なんかアイテムを取ると、ブロックとかスプリングを2の場所に置くことができて、で、それで、まあ、足場を作って進んでいくって素材ですね。まあ、イメージ的には、あの、ゲームボーイのドンキーコングとか、その辺に近いかな。わかる方というか、ちょっとわからない。ちょっとわかんないですけどね。持ってました。はい。あと、何の話なんですかね。なんか結構ぐちゃぐちゃ話してるので、こうなんか、どうしても解かないといけないところは矢印使ってブロックをして、あ、2の5ですね。ここで、追いかけてくる太陽から避けつつ、前半は、灰色のチップを集めて、後半は鍵を運びます。本来も、ここも、インベントリから、ブロックとかスプリングとかを2の場所に置いて進めていくステージですね。今前半終わりましたね。で、ここから鍵取って、で、ここ落ちたらゴールあるのではですね。2の6、下の方向に進むステージですね。緑と黄緑の、縞模様のエリアは、あの、勝手に移動させられちゃうんですけど、靴のアイテムを取ると素通りすることができます。で、ここら辺なんか壁抜けするんですよね。ここもよくわかんないです。壁抜けするんですよね。はい。2の7ですね。これ、インベントリーの方から、矢印ブロックを置いて、で、それで邪魔なブロックを崩してもらって進むステージなんですけど、まあ、壁抜けとかつかもう天井抜けたりとかして、進んでいきます。次が、2の8ですね。2の8ボスですね。左の端に行ってハンバーガーぶつけるだけで倒せます。ボスの体力ですけど、右上に表示されてます。0になれば倒せます。はい。見にくいですけど、右上にあります。で、この後、次のステージ、アイスブロックの能力切り替えます。コピー能力の解除については、セレクトボタンを押し続けることでできます。はい、アイスブロック取りました。で、アイスブロックの能力も、下火で氷を出しつつ乗ることができて、氷が溶けるか、画面外に出れば再利用ができます。で、本来はここは、レールはトルコしか乗れないので、トルコに乗って進まないといけないところなんですけど、無事ですね。左上にナイスって書いてないですか？そうなんですよね。なんか車両から聞いてるような感じなんですけど、ちょっと聞き、なんかついてるんですよね。ああ、なんかショップとかのメニューだとアイスブロックって普通に書いてあるんですけど。ですね。なんか不思議なとこあるんですよね。3の3ですかね。
ブーメランの能力を使ってアイテムを取ったりして進んでいくステージですけど、まあここも結構あのアイスブロック強力なので、まあ、連続ジャンプでの用途で使われますね。大丈夫かな？大丈夫。全虫もいいとこですね。結構敵の攻撃が激しいんですよね。なんかいきなり弾を撃ってくる敵とかもいたりするので、でもまあ、どうですかね。まあでも、スピード上げてるとなんか、簡単そうには見えないですね。結構大変そうですね、そうですね。なんか、最初に遊ぶときは、もうダッシュボタンほとんど使わなくても遊べるので、なんか、終盤はちょっと急がないといけないステージがあって、そこはちょっとダッシュ必要かなって思うんですけど、最初遊ぶときはもう、Bボタンは攻撃用って割り切ってもらって、あ、今の、持ち運ぶブロックのところは、本作でもなかなかの遅延ポイントですね。上からの機会ないですか、はい、あ、ショップ行きました。オートバルーン6個、ウォーターボトル1個、ハンバーガーを、あれ、オートバルーン1個買いすぎた。側ですかね。6個で十分ですね。今、ハンバーガー買えなかったので、オートバルーン、この後使います。落下時に自動して、あ、これ発動してます。落下時に発動して、浮くことができるアイテムです。で、今のところで強引に突破するのに使われました。3-7 は、まあ、ここら辺はもう同じようにトルコとか運んだりとか、なんか新しい敵がいるなって感じのところなんですけど、まあ、やっぱりもう一瞬だけ見て終わりっていう感じ。敵の種類全く把握できないですね。そう、結構たくさんいるんですよね。でもまあ、ですね、皆さんご自身の目でね、確かめてみていただいていいですか。はい、ボスですね。攻撃激しいですけど、ハートが置いてあったりするので、割とゴリ押しでも十分倒せますね。これ、看板にバイコーラって書いてあったんですけど、なんかあるの？ストーリー上でコーラが関係してくるって話だったと思うんですけど、なんか大して見ても本当わかんない。申し訳ないです、その辺。でも。ここは、ハンバーガーに切り替えます。どこだったかな？どっかにハンバーガーが出てくるので。あれ、インベントリから買いましたね。いや、コピーできるなと思ったんですけど。今、左にありました、ね。はい、ありましたね。奏者さん、やっぱり緊張されてる感じです。4-2かな。違うな、まだ4-1かな。あ、この辺はあれですね、トロッコ用のレールを自分で配置するやつですね。4-2ですね。ここも結構めんどくさいんですけど、壁抜けたくさんします。なんかトルネードで火を消したりだとか、グライダーでスイッチを切り替えたりだとか、あとなんかクローンスイッチなるもので、なんか鍵を誘導して、なんか鍵を取ってきてもらったりだとかっていうの、結構いろいろ、このゲーム、要素盛りだくさんなんですけど、もうそういうのもでほとんど抜けない。あ、抜けましたね。あ、4-3早いです。すぐ終わります。画面下からハンバーガーに乗って壁抜けて終わりです。本当はなんかファイアボール能力探して、いろいろ行ったりするんですけど。4-4ですね。道中にある黄色い爆弾があるんですけど、あれ触れると即死です。これですね。2個目は壁抜けで無視されます。はい。4-5は、レーザーが出てくるステージですね。ブロックとか使って塞ぐんですけど、最速のダッシュだと結構強引に通過できたりします。この辺ももう、ダメージ抜きしたりだとか、この辺、あそこ厳しかったっけ？ゴリゴリ。もう少し、はい、ゴリゴリです。ここも行くかな？行かないか、はい、行きました。持ってくれば終わりかな？上がりましたね。おー、危ない。ここで、能力アイスブロックにします。あ、しない？あれ？あ、しますね。ここもトロッコのレールを引いたりとかして、トロッコに乗って進むようなステージなんですけど、まあ、アイスブロックあるので大丈夫。4-7ボスですね。あ、ハンバーガー買うかな？ハンバーガー買いましたね。はい。ボスです。3段階ありますね。画面端を往復しつつ攻撃当てていくだけです。はい、2段階目ですね。2段階目ボディプレスですけど、あんまり変わらない。なるほど。で、3段階目、左のスプリングに乗ってれば、ダメージ受けないです。まあでも爆風でダメージ受けるのかな？なんか爆風がなんかモザイクみたいなんですけど、結構当たりましたね。結構あれ判定広い感じなんですよね。
はい、続けてボスです。空中戦なんですけど、アイスブロックが、落下する武器なので、これでご利用されます。終わりです。ごめんね、ワールド5。ここから結構敵の攻撃、大丈夫かな？敵の攻撃ここから激しくなるんですけど、ほんのその分ハートとかチェックポイントも多めに配置されてる感じですね。ラストですね、ワールド的には。そうですね、ラストですね。5の8の、まあ、エグジットって書かれた扉に出たタイミングがタイマーストップになります。了解です。5の2で、ここで、ハンバーガーにしました。抜けたい、抜けたい、抜けた。まあ、ハンバーガーに乗って、壁抜けする緑のリスが。危ない、危ない。あ、落ちた。どうするかな？普通に行くかな？ハンバーガーにしましたね。予備があったから。はい、予備。あ、そうですね。アイテムで予備なんですけど、ただ、ボーナスの方で、ハンバーガーを多分使いたいと思うので、なるほど。ちょっとあんまり使、まあ、でも、クリア後にショップ寄ればいいのかなと思うんですけど。はい、五の三ですね。あれ、五の三か、五の三ですね。なんか、砲台から、青いスライムが湧いたりするようなステージなんですけど、そういうのも、もう、早くでした。水中とかは、このゲームは、A とか B じゃなくて、十字キーの上下とかで動かせるだけなので、そんなに言うことはないですね。5の4ですね。途中でブロック壊す必要があります。それなんで、ハンバーガーの方がいい感じです。本来は、爆弾を使ったりとかするんですけど、爆弾のコピー能力とか使って、こういうとこですね。こういうとこで。で、レンガブロックを破壊して、先に進むって感じになりますね。で、ここの部屋、ここのところは、矢印の仕掛け使わないと超えられないところが結構あるので、ここはでも壁抜けられるかな？抜けれない。はい。いましたね。で、ここも、ここも、あ、ここはやるとダメか。ここは1個だけ壊して、で、壁抜けで、で、いきますね。5の5は、急がないといけないステージです。矢印の連鎖で床がなくなるので、すぐ行かないとあんなに落ちるところですね。で、RTA 的には逆に待たないといけないのがちょっと厄介そうだな。最後のところで結構待たされてるところがあるので、ここはですね、B ダッシュ使わないと厳しいかもですね。はい、5の6ですね。これボスですね。落ちた。本当はウォーターボトルは、こういう風に放物線、いい感じに来ましたね。いいですね。ハマってますね。本当は氷の攻撃を出させずに、足場の下から一方的に攻撃するんですけど、で、また、ハンバーガーに持ち替えます。ラスボス前の通常のステージですね。で、そもそも結構道のり長いので、60秒くらいいくかもしれないですね。これまでに登場した敵とか仕掛けの多くが出てきます。でも、やっぱり天井抜けだとか壁抜けとかで割とスキップされちゃいますね。こことかも結構いろいろあったりするんですけど、まあでもこの次かな、この辺から壁抜けて、この辺も上越えたりとかして、この辺こう、もう、ここも鍵取って、この辺はどれだ、ブーミランで鍵取るところかなと思うんですね。鍵取らないと進めないんですよね。まあ、しょうがないですよね。結構、ライフ調整難しいと思うんですよね。被弾調整とかって。そうなんです。結構ハート置いてはあるんですよね。こんなに早いと確認できないですもん。あ、終わりましたね。ラスボスです。能力ハンバーガーにして、ボスの攻撃跳ね返します。本来はミラー能力使うんですけど、ハンバーガーの爆発が強いので、こうしていると思います。で、攻撃方法がどっかで見たことあるんですけど、まあ、ちょっとね。ちょっとまあ、それについてはね、さっきも言ったんで。で、攻撃跳ね返して、ゼロになったら、ちょっとあんまり良くない。大丈夫？大丈夫？あ、よかった。これ勝てますね。あー、ジロスですね。ぐらいですね。これ跳ね返せないんですよね。で、これまたピストンして、で、この後飛ばしていきますね。で、倒して、はい、タイマーストップです。GG です。あ、ボーナス行きましたね。ボーナス行くんですね。はい、ここ、はい。ボムの能力で、爆弾を足場の代わりに使って穴を越えていくステージなんですよね。
でも今インベントリーでハンバーガーにして、あ、大丈夫これ。上行きたい。上行けば。で、大丈夫？ああ。今のあれですね。竜巻に流される感じ。あ、終わりましたね。6の2ですね。アイスブロックの連続ジャンプ、ここで要求されます。なんで、あれは想定されてる動作。あー、まず、で、これ。3つの方をやっております。3つです。ボーナスステージの方。そうです、ボーナスですね。はい。なので、タイマー止まっておりますが、そのまま。はい。ビトオの方で達成された、6の1から6の4ですね。で、もうここら辺は、もう普通にマットに進めていきます。必要なものを取って進めるって感じです。はい。で、6の3。6の3も、大迷宮のステージで黄色い鍵5つ集める必要あります。で、これちゃんと行かないといけないので、ちゃんとやってます。大丈夫かな？あー、大丈夫ですね。アイスブロックの下火って、地上で使ってコマンドを押し続けると、氷に乗って原則的に進めます。今みたいな感じですね。あ、戻るのか。で、あ、今ハンバーガーに変えました。ハンバーガーの爆発で氷を壊せるので、今でも使えるんですね。いや、すいません。こっち読むのすごい大変すぎて、コメント全然読めませんでした。あほんと申し訳ない。今回読めるかなと思ったら、前回全然読めなかった。はい、終わり、もう、6の3終わりですね。6の4もおまけです。You are a super player って書いてますね。マリオ2の9の4のマジかなと思ってますが、まあ、あ、ここまで来るの大変なので、はい、終わりでーす。あ、6の5なんですけど、自分でインベントリからステージを作ることができるっていう感じになってます。なんかやるかな？でもこういう機能があったりとかして、こういろいろついてるんですよね。はい。はい。どうかな？ということで、グッドゲームですね。はい。はい、グッドゲームですね。いやー、怒涛の。そうですね。ね、本当に。ぜひ、無料、公式サイトから無料でロムダウンロードして遊ぶことができるので、触ってみてください。こんな感じにならないので、自分も最初遊んだとき3時間ぐらいかかりましたけど、こんな、あんな速いスピードは無理です。結構落ちるんですよね、このゲーム。はい。では先に何か、告知事項等ございますでしょうか。前回 SGK の時あんまり話してなかったんですけど、実はニコ動の方に結構動画とか上げてる人でして、で、まあニコ動でタグ検索でネスって NES で検索してくれたら自分の動画引っかかると思うんで、よかったら見てください。今は RTA に向かない、RTA に多分向かないなと思ってる、ミュータントウイルスっていう変なゲームやってるんで、まあよかったら見てください。じゃあ、ぜひともね、ニコニコ動画の方の動画も見てみてください。はい、あ、よろしくお願いします。はい、今ちょうどコメントにあったんですが、現在、はい、このシリーズの2をですね。あ、そうですね、そうですね。2の方の開発しているところで、なんか、このゲームの、まあ、上位版みたいな感じなのかなっていう感じの、なんか、動画だとかっていうのを見ましたよ、ね。なんか、やっぱりハンバーガーは健在だったなって。ハンバーガーありましたね。多分同じようなことはできないと思うんですけど、ハンバーガーに乗るゲームかなって。なるほど。では、1をやりつつ、2を待って、楽しみにしていただきたいですね。自分も、あれですね、こういうなんか、面白いゲームだなと思ったので、ちゃんと寄付してきました、ね。はい。では、まだちょっと画面が映っているので。そうですね。はい。なんもないと思うんですけどね、これ1個。これでも、6、7、あ、8、あ、消えましたね。いや、今のワールド6の、6の5から6の8が、6の7から6の6か、6の6から6の8がハテナになった感じですね。なるほど。はい。では、はい、画面切り替わりましたので、となります。はい。はい、では、解説者ケケさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、次のゲームの、準備に、参りますので、少々お待ちください。ありがとうございました。Setup. I got my goals set straight and I'm nailing every frame. Nothing's gonna stop my rise to fame. Crown and be the master of the game. Look at the leaderboard, putting all the other names to shame. I've got that golden eye of the tiger.
happened before.